こんにちは、青森の小野です。今回の動画は後編になります。前回はですね、まあいつも通りバグトラックの荷台で車中飯を作ってビールを飲んだんですが、キャベツに肉を乗せて酒で蒸したものを作りました。なかなかいかつい料理だったんですが、これすごい美味しかったです。で、その後でっかいスクリーンを用意して、で、このスクリーンにプロジェクターでモンスターハンターを映して、で、オンラインで通信プレイするっていうのをね、やったんですけども、前回の動画まだ見てない方はぜひそっち見てから今回見ていただきたいなと思います。今回はその続き、朝起きたところから始まります。おはようございます、今の気温が外がねマイナス 0.7 度、中は今 10.6 度ですね。そんな感じで、結構今日はねあったかいです。今日このスクリーンを購入して、まあ、これ1000円ぐらいの、白い板なんですけど、ベニヤ板ですね。これやってみて分かったんですけど、ちょっとダメでしたね。というのはこの大きさに軽トラックのこの距離感だと、一番遠くまで離してプロジェクターがこれのマックス画面まで大きく表示できないですね。ちょっと小さめに映るっていうのと、あとこのベニヤ板がちょっと歪んじゃうんですよ。やっぱり木だから少しこう 丸みを帯びちゃってるっていうか、こうまっすぐじゃないんですよ。だからスクリーンとしてあまりよろしくないっていう、この2つの不具合が分かりましたんで、もっとまっすぐのまま厚みのある板で、でもう少し小さめにすると、そもそもねこの大きさだと薪ストーブの煙突をここから出せないから、まあ、スクリーンにしようか薪ストーブにしようかって選ばなきゃいけなかったんですけど、で今回はね一応竹バーナーでやろうって決めて、この一番スクリーンでっかいのを試してみたかったんですけど、やってみてこれは全然使いこなせてない、この大きさにはならない、もうちょっと小さくしないといけないなって分かりましたんで、はい、まあ、それはそれで、今回の収穫かなと。やっぱり一番最初にやった石膏ボードぐらいの大きさが実はちょうど良かったりするかもしれないですね。はい、そんな感じです。ほんとかっこいいし、サイズが小さいのに超高火力が出るんで、
まあ、屋外で使ったりとかする足元に置いとくのにはすっごい最適なんだけど、これぐらい狭い空間になるともう外の気温が、もう今もうプラス 0.2 度、外の気温がプラスになっちゃってるとオーバースペックですね。欠点は火力調整があんまりできない、本当にちょっとしかできない。だからそこら辺はストーブと違いますよね。超高火力がゆえにあまり温度管理ができないところも欠点。あと気使うから、だからゲームやりながらとか映画見ながらとかになるとやっぱり薪ストーブかアラジンストーブ購入した方がいいかもなと思ってます。あとこの今日の朝の焚き花の点火するときに、なんかアルコールを入れて火をつけてプレヒートっていうのをやってるんですけども、このアルコールでプレヒートするメリットっていうのは煙が出ないんですよね。なので狭いところで焚き花を点火したいときはアルコールでプレヒートするのがおすすめなんですが、でそもそもプレヒートって何かと言いますと、燃料が灯油の製品は常温で灯油はガソリンと違くて気化しないので、灯油が気化する温度まで本体を温めるっていう作業が最初必要になるんですよ。で気をつけなきゃいけないのが、このプレヒートが足りないと気化しきれなかった灯油に火がつくと炎上します。はい、もう大炎上します。僕はね割と慣れてるし、炎が上に上がっていかないように必ず点火の時はバーナーパッドを上に乗せているんですけども、すごく危ないので狭いところで点火をするのを基本的にやらない方がいいと思います。はい、今回のね朝ごはんで作っているのはサバの缶詰、サバ缶っていう岩手の缶詰なんですけども、あれ中にねオリーブオイルが入ってサバが入ってるんで、もし人と会う予定がないのであればあの中にニンニク絞ったり唐辛子入れたりしても抜群に美味しくなります。ただ温めるだけで簡単だし、缶詰なので車に積んでおけば悪くならないし、あとあれ全部食べ終わった後にねマッシュルームとか、まあちょっと豪華に行くんだったら何か牡蠣とかね、そういった貝類なんか入れてもすごい美味しくなるので、あれかなり使い勝手いいので一回食べてみてほしいなと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでになります。
ちょっとスクリーンをね、もう少しサイズダウンしてまっすぐにして、薪ストーブやりながらモンスターハンターができるような体制を整えていきたいなというふうに思います。3月26日にモンスターハンターライズが出ますので、そこまでに仕上げていこうかなと思っています。以上、青森のオンでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。